ハットル・オルムス・スターザ・スコーガルは、エーイールス・スタジルの町から約2 5トルの内陸にあるフィオーツ・ダルアーに存在し、東、アイスランドに位置する国立公園。この国立公園は740ヘクタールの大きさがあり、アイスランドで一番大きい森林面積を有している。ここでは、様々なレクリエーションを楽しむことができる。樹木園やキャンプ場、ホテルなど、 リゾート開発されており、ボートと馬のレンタルも可能である。この場所には、もともとハットル・オルムス・スターザの農場が存在し、その後この農場は閉鎖されたが、その周辺の土地が1905年に国の保護下に置かれた。また、それによってアイスランド最初の国有林にもなっている。カバの森と森林は、現在、約350ヘクタール存在しているが、 さらに200ヘクタールもの樹木が植林されている。最近では大きな道路が森林に面するように南北へ併設されており、自転車で走行することも可能である。この国立公園にある森林からは85種類の樹種が見つかっている。公園敷地内の植生はカバの他にもレッドポールやレンレン、ゴールドクレストなどが多く、夏にはレッドウィングやスナイプスおよび 牧草地などはワグテールなどで覆われている。森には蝶類が生息し、それらに食料を供給するだけでなく、捕食者から巣を守る機能も果たしている。森林は蝶類以外にもベリー類やキノコなども生えている。食用キノコにはカラマツのブーレーテが有名。公園内を流れる河川の水は非常に綺麗であり、そのまま飲むことが可能である。主なコースは 以下の通り、アイスランドの森林サービスによって管理されている土地は国有林と呼ばれており、これらは一年中誰にでも開放されている。また、これらはアイスランド全土にあり、多くの人にアイスランドの森に触れてもらうため、様々な施設が存在する。国有の施設以外を訪れる際は自動車が必須であり、または急な丘を登って、それらにアクセスする必要がある。 ありがとうございます。